J さん、返信動画ありがとうございます。3分ほどお話しくださいましたね。まあ、こんな感じでリレーができるといいんですけども、まあ、コンテンツ増えますんでね。で、あと、サラリーマンの立場から、やっぱお金とか税金とかね、それから生活スキルに関することがお話しできて、まあ、私のようなね、まあ、フリーランスですか。フリーランスからも、お金をね、違った側面でお話しできればとってもいい対話になるかと思いますんで、無理ない程度にね、またやらせていただければと思います。で、今日はですね、サラリーマンの不利な部分と、もちろんサラリーマンにもね、不利じゃないところあるんですよ。例えば、いろんなめんどくさい税金の計算とかしなくても自動的にやってくれるでしょ。だからそれはすごくいいなと思うんですよ。楽ですからね。でも、自分で会社を経営すると、何から何まで自分でやらなくてはなりませんし、最終的な責任も自分にかかってくると。かといって人を雇えば、その雇った人に搾取される部分っていうのは結構あるんですよね。要するに生産性が悪くても給料は一定の額払わなくてはならないですし、結構給料払う負担っていうのがね、でかいんですよ。だいたい一人の人を30万で雇うと、トータルでその人に対して合計100万ぐらいかかるというふうに経営者からは判断するんですよね。保険ですとか税金とかね、その他もろもろかかりますからね。まあ、ですんでできれば人は雇いたくないと。で、安月給というふうにね、働いてる人から見えるかもしれませんけども、会社としてのトータルコストは結構ね、かかってるんで、一番バランスがいいのは自分だけの株式会社することかなと思うんですよね。で、今日はですね、じゃあ実際にサラリーマンの方のお金の流れ、大まかなところね、どのぐらい税金とかましていくと不利なのかってことと、あとはね、私みたいな一人会社もしくはフリーランスで上手に会計をやってる人がどのぐらい恩恵を受けてるのかについてちょっとお話したいと思います。画面切り替えていきましょうか。こちらです。はい、一番上に書いてあるのが収入ですね。要するに総支給と考えてもらっていいです。会社員が会社に対して、受けている売上と言ってもいいでしょうね。これがまず支給されて、で、二段目に行きます。二段目は何かっていうと、税金がかかってきます。収入の全体に対して税金がかかってきます。で、残った分が、いわゆる所得という形ですよね。で、その所得から、いろいろと必要なものがありますよね。サラリーマンだったらスーツを買ったり、靴を新しくしたり、ワイシャツを買ったりとか、万年筆買ったりとか、最近万年筆ないのかな？それから、飲食代とかね、自分の趣味にお金使ったりとか、勉強のために本を買うとか、いろいろありますよね。で、そういうのを買っちゃうと、可処分所得って言って、本当に純粋に自分で使えるお金ってここだけになっちゃうんですよ。もしかしたらね、経費ってのがいろんな事情で膨らむかもしれません。そして税金は抵抗することなく膨らみがちです。こういうふうな形で見といてください。じゃあですね、フリーランス、もしくは、一人会社の社長の収入はどんなものかをちょっと見てみましょう。注目はですね、税という項目と、経費という項目です。よろしいですかね。じゃあちょっと一旦閉じますね。じゃあ次のスライドをちょっと開いてみます。はい、見てください。まず全体的な収入がある。要するに、一人会社の売上があるのはここです。これは変わりますよね。で、税金がこれに対してかかるかっていうと、まずかかりません。まずかかるのは、このトータルの収入の中から、経費、必要なものを買うんですよ。例えば、車を買ってもいいと思います。2台目、3台目買っても、すべてこの経費で賄われます。まあ、一定の条件はあるんですけどね。それから、仕事に必要なスーツ、靴、ボールペン、出張、食事代、すべてここに入れることができます。そうするとほとんど自分個人としてはお金を使わない状態になるんですよね。経費の中に全部入れていって会社が使ったというふうな方便が成り立ちますから。で、残金というものがここにあります。この残金基本的にもう経費の方で使っちゃった後なんで使うことがほとんどありません。で、これに対して税金がかかりますけども、先ほどのお勤め人の方はこの全体に対して税金がかかってましたね。この全体に対して。でも、今度、一人会社の社長っていうのは、この経費をさっぴいた部分、この、ね、一部に対して、収入の一部に対しての税金しかかかりませんから、課税額、小さいんですよ。で、結果的に残る可処分所得が最大化されるということなんですけども、この時点で可処分所得は、そのまま、口座に残りますね、ほとんどね。だってもう使う分使っちゃってるんで。こういうからくりになりますね。で、先ほどの、もう一回見ましょうか。これ。ね。収入が大きいでしょう。収入は先ほどの一人企業と一緒ですよ。
でもこれに対して税金がかかるわけですから、まず持ってかれるんですよ。で、残った部分でさらに経費も払わなくちゃいけないんですよね。で、可処分所得は、これがだから生活費になります。だから飲食代とかね、なんか服を買いましたとか、ガソリン代払いました、すべてここに入ってくるんですよ。ってことはお金残んないよねってことになるんですよ。総支給が35万あっても、可処分所得で使い切っちゃうんで、本当に余裕がありません。でもですよ、課税が後回しになる、こちらの形だったらどうかなってことなんですよ。ね。しかも経費の中に、いろんなものがいられるんですよ。うん。それこそ、あれですよね。会社の懇親会で飲み会行きました。1万円使いました。二次会行きました。5000円使いました。1万5000円かかりました。もう、経費で払えばいいんで、営業上の付き合いですからね。だから、可処分所得から引かれることがないんですよ。散々使いまくって、もう使わないだろうなっていう金額の残りに対して、あれ。残りに対してね、税金がかかりますからね。ですので、税金額、少ないんですよ。で、可処分所得。可処分所得はほとんど手残りってことになります。ちょっと乱暴な説明だったんですけども、こんな感じで、自分で株式会社をやる。もしくは、まあ、一般社団法人とかでもいいですしね。LLC とかでもいいんですけども、何らかの企業体を自分で持つってことは、これほどまで税金と経費の面で有利になるってことなんですよね。せっかく同じ金額稼いでもね、A さんと B さん同じ金額稼いでも、手残りが全然違う。そして、片や一人社長の場合は、会社で使ったということで、いろんなものが、物質が増えていくんですよ。身の回りにね。それこそ、賃貸を二つ目、三つ目借りましたって言っても、これは会社の経費ですって形で、いわゆる経費に落とすことができるんですよね。だから、よーくね、リスクを考えながら、こういった使う金額を拡大していく分には、圧倒的に、一人会社の方が有利なんですよね。で、会社経営っていうのは本当に、大変なところありますけども、それは、人に対して、育つことを期待したり、指示を出したり、教育を設けないといけない。そして最終責任を会社が負わないといけないから、会社経営が大変なんですよ。で、こういうのが一切ないと、本当に自分一人で会社を経営してると、大変なこともありますけども、圧倒的に楽ですね。圧倒的に有利ですね。だから今の時代は、資本金1円で株式会社も作れますし、インターネットをはじめとしたテクノロジーを使うことによって、人間を雇うよりもパフォーマンスがいいんで、一人会社が多分最強の小売りなんじゃないかなと思って、私もこの形になってもうね、やめられないってことになりましたね。もうこれすごいじゃんと。この仕組みがあるんだったらもう最初から学校とかで教えてあげないと、みたいな。これ以外の選択肢を取って、所得を得るってことが、本当にね、もったいないというかね、今までのサラリーマン社会では、本当に多くの人が搾取されていたんだなと思いますね。もちろん、仕組みを理解した上で、サラリーマンを選ぶ方法もあります、ね。そうやってサラリーマンを有利に使っていく方法もありますけども、問題は、この一人会社をするっていう方法を知らされてないってことなんですよね。ということでございます。まあ、どちらを選ぶのも自由なんですけども、少なくとも選択肢があってどういう仕組みなのか、メリット、デメリットってものが目の前にあって選択っていう形じゃないと、やっぱりね、人生ってのは一回で終わりますから、とてつもない取り返しのつかないことになるんじゃないかなっていうふうなお話でした。それでは本日は以上です。